どうもシンビスト石田貴博です。今日は、石田蘭園の山の上の、農場から、お届けしたいと思います。今日は2021年の9月9日ということで、今ですね花業界では、9月9日を朝陽の節句と言いまして、朝陽の節句って別名で、菊の節句と言われるそうです。ということで9月9日を朝陽の節句フェアってことで今、全国のお花屋さんでですね、結構盛り上がってきてですねフェアとかされたりしてるお店なんかもあるんじゃないかなと思います。YouTube の中でも、私の、花仲間であります藤目健太さんが、マム大学という、YouTube チャンネルをされていて、そちらの方でマム、菊の英名が、クリサンセマムっていうんですけど菊のことをマムって言ったりします。菊イコールマムかどうかっていうのはまたそれはぜひ、マム大学の方をご覧いただいて、どういった、言葉の違いがあるかっていうのを、勉強していただければと思うんですけども、そちらの方で、朝陽の節句とかそういったところの情報発信もされているのでぜひチェックしてみてください。概要欄の方に、マム大学の、URL も貼り付けておきますのでぜひ興味ある方、そちらの方をご覧ください。菊マムに関しての、とっても面白い情報発信をですね藤目さんも、いろいろ工夫されてやっていらっしゃいますので、おすすめの、チャンネルです。ぜひチェックしてください。石田蘭園のこの農場ではご覧のように実はですね、こうやって少し、まだ時期は、早いんですけども山の上ではこうやって綺麗に、テーブル神秘ちょっとずつですけども、咲き始めてる品種があります。これテーブル神秘の、スイートハートスプリングソングという、綺麗なグリーンの品種になります。小輪の非常に可愛らしい花でですね、少し、甘い爽やかな、香りもします。実はこのスイートハート、もともとはちょっと枝代わりになるんですけどもこの個体がもともとはスイートハートスプリングパールという古い品種がありまして、それを私の父がですね栽培始めたことっていうのが石田蘭園のテーブル神秘小型神秘のそれこそ原点と言えるような品種とも言えます。そこから選抜に選抜を繰り返して今こういう非常に綺麗なグリーンの小花の花までたどり着いてる感じです。非常に生産者の中でも今花を咲かせてるっていうのは珍しいことではあるんですけども、それでも今ですね市場さんとかお花屋さんでも、ほんの一部限られた、品種、そして限られた生産農家さんからの出荷ですけどもちょっとだけ、シンビジウムの出荷というものが始まっている状況です。なので、実は、ついこの前仕入れてきたよとか、ついこの前お花屋さんで見つけて買っちゃったよっていう方、ぜひちょっと今日の、動画ご覧いただきたいんですけども、こういった時期に出回る神秘の、管理の仕方なんですけども、普通シンビジウムというのは、年末からですね年末から冬い寒の間です、寒い冬の間、そして、3月4月くらいまでですかね、春ぐらいまでの間にいろんな品種が出回る花になります。でご家庭でもですね大体こう管理されてると大体もう春3月4月ぐらいにいろんな花が咲くような、自然咲きの条件になってくると思うので、今、そんなに咲く時期ではないというか、シンビジウムの花にとってはまだ日中ですね、結構暑すぎたりするケースが多々あります。なので今出回ってるシンビジウムちょっと気を抜いてしまうとこんな感じで花が咲くところまでたどり着けなくてとぼれてしまう、これを花飛びと言います。こういった花飛びがよく起こってしまうと思います。でこれの原因なんですけども、これはその高温、日中の高温と、まだ、植物どんどん、どんどんというか、まだ成長もしている段階ですので植物の体自体も水分を、よく吸います。そして、もちろん花をあげている時っていうのは非常にその分も水分を、
使う時期ですので、そうするとこの花に行くまでの水分が足りてない状況で、ここの花のところまで水分がたどり着かなくて、とぼれてしまうというケース、この2択ですね、2つが大きい原因だと思います。高温と水不足ですね。ですので、まあ、仕入れされたお花屋さん、まあ、そして、ご購入されたお客さん、そういった方々は、ぜひまず最初お手元に、シンビジウムもし手に入れられましたら、まずは、バケツにでもしばらくつけて一回鉢の中にぎゅーっと水分を、吸わせてあげてください。で、一回吸わせた後は、まあ、今だったら天気が良ければ、ほぼ毎日でいいと思いますので、毎日しっかりと、お水やりをして、管理を、してあげてください。で、こんな感じでまだこうつぼみがありますよね。こうつぼみがある間っていうのはお日様も必要としますし、そして水分も、非常に、必要としますので、まあ、こうやって満開になるまで、つぼみがある間っていうのはしっかり、特にしっかりと、意識的にお水を与えてあげるようにしてあげてください。で、つぼみがある時っていうのは、まあ、暑くなってちょっと加減が難しいんですけども、まあ、それでも午前中とか、できるだけ、日光にも当ててあげて、つぼみが開く、その力を、与えてあげるようにしてあげてください。注意する点はその水分の点と、もう一点のその温度ですね。で、まだ日中、まあ、いろんな場所工夫しても比較的暑くなってしまうことってよくあると思います。ですので、まあ、できればですね、クーラーなんかが、効いてる部屋の中の方が今時期だったらまだ日中はいいと思います。まあ、できれば、クーラーのその風というのは直接当たらないような場所の方がいいんですけども、まあ、できれば、クーラーの入ってる涼しい部屋、まあ、なければというか無理なようだったら、まあ、それでもできるだけまあ涼しい場所探していただいて、まあ、そういったところでできるだけ日中の高温を避けてあげるような工夫をしてあげるといいと思います。さすがにやはりもう、日中まだ、30度とかですね、そういった状況には十分になってきますので、できるだけ25度、以下とか、そのぐらいの温度設定で、いけると、まあ、心地よく咲いてきてくれると思います。まあ、ちょっとしたポイントなんですけど、この日中の温度、そして、まあ、お水の加減、この辺を工夫するだけで、非常に、まあ、すぐ、まだ暑い時期ですので、すぐお花が終わっちゃって残念に思っちゃうか、まあ、比較的、まあ、少しは持ったかなって、思えるぐらいになるのかが、大きく、分かれてきますので、まあ、ダメ元とは言いませんけども、一つ参考にしていただいて、まあ、そういったお水やり、できるだけ熱くしないという工夫をして、今時期、まあ、結構レアに出回ってくる神秘だと思いますので、ちょっとでも、神秘ジウム楽しんでいただければなと思います。石田蘭園でも、まあ、こんな感じで、少し咲き始めてますので、まあまあ、鉢物であったり切り花であったり、まあ、いくつかのスタイルに分けて出していきますけど、ちょっとずつ、まあ、市場さん、お花屋さんに、お届けしていきたいなと思ってます。なので、ぜひですね、まあ、市場さん、お花屋さんで見かけた方はですね、テーブルシンビジウム、まあ、お試しで買っていただいて、まあ、シンビ栽培楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。今日の動画はこの辺にさせていただきます。今日の動画が良かったと思ってくださる方は高評価、チャンネル登録まだの方、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。